ばいやばいやばい、もうやばい。何見てるんですか。やばいね、私ほんと最近好きな人ができちゃって、うん、すっごいときめいちゃってるんですよ。旦那さんいますよね。それとはもう別物よ、別物、別物、うん、そこはもう同じ土俵に上げてはいけないのよ、そこは。私が今、はい、ドハマりしてるのが、うん、BTS で、お今更ながら、いやいやいや、話題の BTS さん。そうなんですよ、もうグラミー賞も取ってね、すごいですよね、すごいですよ。でその中でもあの V 君っていう、うん、B 君だったかな、テテ君、うんうん、っていう子がすっごいかっこよくてびっくりしたの。初めて見た時にこんなに生き仏みたいな神々しい人いるのみたいな、もうビビッときちゃったの、ビビッときちゃったの。もう写真をね、それで友達がいっぱいね、はいはい、送ってくれるんだよね。見てくださいよ。どれがいいかな。BTS の新神写真とかっていうところからスクショしたやつ。あーかっこいい、超かっこいい、めちゃめちゃかっこいい。でしかも、うん、奥二重の方で、はいはい、好きになった人初めてで。あ、そうなんですね。前は分かりやすいなんかこう二重パッチリみたいな感じの方が、うん、はい、好きだったんですけど、なんかね、髪の毛がね、金髪でもね、黒髪でもね、うん、でピンクだったり赤だったり水色だったりいろんな髪の色をするんだけど、はい、全部似合うの。これとかもあの壁掛けがあって、はいはい、Amazon で売ってて、かっこいいね、かっこいいね。もうね、なんだろう、もう乙女の顔。本当だね、久しぶりこんな気持ちいいみたいな。もうちょっと胸くんにもやきもち焼かれるぐらい。胸くんがやきもち焼いちゃう。そうなんだよね。って言いながら胸くんだっていろいろときめくのいっぱいあるからいいじゃん。あ、そうなんですか。そう、そうなんですよ。あ、こういうこと言うとまた怒られちゃう。でもすごいですよ、やっぱり何がすごいって、うん、ダイナマイトっていう曲の PV でハマって、うんうんうん、最初はなんか見てて、あ、面白い曲だなと思って見てたら、うん、踊りがすごく素敵で、はい、でその中でも群を抜いて、私から見るとね、うん、群を抜いてそのテテ君っていう子の踊りがすっごいセクシーで、うん、綺麗でかっこよくて、うんうん、わすごいと思って、でその後にもうYouTube とかをこうバーってむさぶるように見るようになってから、はい、もう BTS 全体のこの皆さんの今までのサクセスストーリーっていうのがものすごいドラマがあって、うん、でしかも7人が7人もみんな個性的で魅力的で、すごいと思ったんですよね。で、サービス精神もすごい旺盛で、ファンの方たちのことをアーミーって呼ぶんですよ。でそのアーミーの皆さんのことを本当に愛してくれて感謝してくれて、 BTS は今までの韓国のアーティストの方の中で多分一番 SNS でのアピールが多いんですよね、はい、V ライブだとか他にもいろいろそういうもう自他でつながれるツールがいろいろあって、でとにかくライブだなんだとかも、うん、もう見てるとびっくりするぐらいの熱量のダンスなんですよ、うん、BTS だけじゃなくて、まあ、後ろにバックダンサーの方々も従えて、はい、もう揃えて踊るやつとかもすっごいんだよね、はい、もうライブの時とかもいろんな映像とか見てると、もうバックヤードではパタンってもう倒れちゃったりとか、うん、もうみんな命がけですごい、うん、やってくださってて、全身全霊みたいな感じだ。そうなんですよ。でしかもね、感動するのがラップモンスターって言われてるリーダーね、うん、方とかも日本英語がまずすごい上手、うん、日本語でも歌すっごい上手に歌ってくれるし、うん、韓国語とかももちろんのこと、うん、なんていうのかな、音域と広さとかもみんなそれぞれ、うん、こんな音域で歌えるのみたいな感じ、うん、技術もすごいし、とおしゃれだし、うん、なんだろうね。普段のもうそのグループの愛も強くて仲が良くてっていうのも、はい、いいですね、それは。そう見ててすっごいね、嬉しいですしね。 V6 さんじゃないけど、お兄さんチームとちょっと年下チームと分かれてみたいな感じもあったりとかして、 そのやり取りも可愛かったりとか、 BTS が、所属しているビッグ
ヒットっていう会社さんは、はい、韓国の音楽会社の中ではすごい小さいところなんですって、うんうんうん、で他になんか4つぐらい大きいところあるんだけど、その小さいところ でどうせすぐ消えるだろうって言われてたのが、うん、ものすごい本格的なヒップホップやって、うん、でそれからどんどん路線変更してあれだけ世界に認められる1位を取るぐらいの、うんうん、実力派のグループになったんですけど、でそんな中でもなんかやっぱり向こうって韓国の俳優さんでも歌手の方とかでもみんな男性同士が結構日本の方から見ると、はい、スキンシップがすごい激しいっていうか、うん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 、濃いんですよ、うん、そんなイメージありますね、そうだからちょっと誤解されがちなのかもしれないけど、うん、でも一緒に寝ちゃったりとかね、可愛いんですよ、うん、なんだろうねこの気持ちは、だからなんか付き合いたいなんだとかそういうあれじゃなくて、うんうん、もうただ生きててくれてありがとうみたいな感じなんかそういうの見てると推しですね、推しだね本当今まで尊いとか、うん、なんかこうなんとかしか勝たんとか、うんうんうん、意味が分かんなかったの、うんうん、いつ使うんだろうみたいな、自分の日常生活で使う時ないなぐらいな感じを思ってたんだけど、はい、それが今ねファンの方たちがまとめてくれてる YouTube とかをむさぶるように見てると、うん、分かりますみたいなよくこれまとめてくれたみたいなね感じでねやってくれてる人たち神みたいな感じで、ドハマりですね、ドハマりですねでそのボーイズラブみたいなのとかもどうやらその私が好きなあのテテ君と、うん、メインボーカルとかもやってるそのクク君ってめちゃくちゃ可愛い男の子なんですけど、はい、その2人とかが老けてるんじゃないか的なのをいっぱいまとめられてるんだけど、うん、もうねそれを夜な夜な見てね幸せな気持ちになるね全然ありですみたいなどうぞどうぞみたいなでそういうこともみんな YouTube とかで書いてるし、うん、出してるしでやっぱみんな同じ気持ちだよね、うん、みたいな綺麗なんだよね、全然なんか見てても目の保養ですみたいな、うん、もう視力が本当に回復するんじゃないかなってそれぐらいの効果があるよ絶対何の話してるの視力の話すごいな、そうそうそう、行きましょうよ、企画で。ちょっとコロナがねちょっと収まったら、私グッズをいろいろ買いたくて、うん、とやっぱなんか家族とはまた切り離したところでの城を築きたいのよね、うんうん、そう私だから今年の目標は YouTube 用の部屋を借りたくていいですね、 そこを BTS 一色にした一角をね BTS コーナーみたいに作って、なんか青春を取り戻してる感じですよね、うん、40だよもういやいやまだまだですよもうでもこんなになんかグループとかにハマってとか初めてかも、こんなに昔ゴスペラーズはハマりましたよ、うん、あ、ゴスペラーズもいいですね、そうでも今もほらお友達だったりとかでまたちょっとね違うね、うん、関係性ですけどね、いや韓国が行けるようになったら韓国もね、 いいですね、行きたい、なんかねメンバーのジン君っていう方がそれこそ世界で1位取った時に、うん、あの左から3番目のイケメンは誰っていうのがあのハッシュタグでキーワードになってすごいあの盛り上がったらしいんですけど、でそのジン君はお兄さんと一緒に飲食店をやられてるみたいで、なんだっけな、蒸し料理屋さんやってるみたいなんですよ、蒸し、うん、蒸し、違う違う、蒸す、スチームよ違うよ、違う、まあね、あの食料難だった時のあのなんかね、あのあれじゃなくてタンパク源ではなくてあっちの虫ではなく、はい、よかった、いやそうだよ、そしたら私もいくらジングがやっててもちょっと行きづらいですよね、え違うロケになるよね、そしたらゲテモノツアー、ゲテモノツアーバラエティ一色みたいなとりあえずコロナが収まったら行きましょう、ぜひぜひぜひ、新大久保で、いや行きたいな、いろいろグッズがあるらしいんだよね、ちょっと見に行きましょう、行こうね今日何のあれだったんだ、愛を叫ぶっていう、最近恋をしたあーそうだなすごいスキャンダルそれ、うん、そうだね、好きな人ができちゃったからね、うん、そうだね、もうどうしよう、でもそれでさ相乗効果でね、はい、女性ホルモン活性化で、うん、
ちょっと私も綺麗になれたらいいな。でも肌とかツヤツヤになったよ、なんか、やっぱりツヤツヤですよね今。なんだろうねこれは。母性母性だろ。違うでしょ、女性ホルモンですよね。そうだよね。何言ってるんですか。怒られた。え、何これ、いいのこんな、なんか私がただなんかすごい発情してるだけなんだけど、いいですか。みんなとワイワイキャキャ、ね、あの盛り上がれるような感じで新大久保行きたいなと思ってますので、はい、はい、またじゃあみんな懲りずに見てね。今日はこんな感じでした。え、チャンネル登録これでもよろしくお願いします。お願いします。お願いします。